今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近何かと話題になってるよな。そうね。テレビでもよく見かけるわ。特に眞子さんの結婚とか、いろいろ言われてるみたいだな。あの結婚は、いろいろと騒がしかったわよね。でも、眞子さんは幸せそうでよかったわ。でも、世間では、結婚に反対する声も多かったみたいだな。特に、秋篠宮家のことをよく思ってない人も多いみたいだ。そうなのね。どうして、そんなに反対する人がいるのかしら。理由はいろいろあるみたいだな。一つは、眞子さんの結婚相手が一般人だったこと。皇室は、伝統的に皇族同士の結婚が当たり前だったんだ。だから、一般人と結婚することは、伝統を壊す行為だと考える人もいるんだ。なるほど。伝統を守ることは大切よね。もう一つは、眞子さんの結婚相手が、過去にトラブルを起こしていたこと。結婚相手は、以前、女性とトラブルを起こしていたんだ。だから、結婚相手の人格を疑う人もいるみたいだな。そうだったのね。大変な問題だわ。でも、眞子さんは、それでも結婚相手を愛していて、結婚を決めたんだ。きっと、結婚相手の人間性を見抜いて、結婚を決めたんだろうな。そうよね。愛は、人を変えたり、許したりする力があるわ。他にも、秋篠宮家の問題点はいくつかあるみたいだな。例えば、秋篠宮家の経済問題とか、秋篠宮家の教育問題とか、いろいろあるんだ。経済問題や教育問題って、具体的にはどんな問題なの？秋篠宮家は、皇室の中で最も裕福な家系なんだ。だから、経済問題が注目されるんだ。特に、秋篠宮家の財産が、どのように使われているのか、疑問視する声もあるみたいだな。そうなのね。私も、お金の使い道が気になるわ。教育問題も、秋篠宮家では大きな問題だ。秋篠宮家の子供たちは、皇室伝統の教育を受けて育つんだ。でも、その教育が、本当に子供たちにとって良いのか、疑問視する声もあるみたいだな。昔ながらの教育って、今の時代には合わないのかしら？それは、難しい問題だな。伝統を守ることは大切だけど、時代に合わせて変化することも大切だ。秋篠宮家は、そのバランスを取るのが難しいのかもな。難しい問題ね。でも、秋篠宮家は、いろいろ問題を抱えてるけど、皇室の中で重要な役割を担っているんだ。秋篠宮家は、皇室の伝統を守り、未来へとつなぐ責任があるんだ。秋篠宮家には、皇室の未来を担う責任があるのね。秋篠宮家は、これからも、いろいろな課題に立ち向かっていくことになるだろうな。でも、秋篠宮家は、きっと乗り越えていけると思うぜ。秋篠宮家には、伝統を守り、未来へとつなぐ力があるんだ。そうね。秋篠宮家は、きっと乗り越えていけるわ。未来の秋篠宮家にも注目していきたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、なんかいろいろ言われてるよな。そうね。よく、ニュースで話題になるわよね。まず、秋篠宮様って、天皇陛下のお兄様なんだぜ。え、そうなのね。知らなかったわ。そうなんだ。皇位継承順位は、天皇陛下が1位。次が秋篠宮様なんだ。なるほど。じゃあ、秋篠宮様は、将来天皇になる可能性もあるのね。それはないぜ。秋篠宮様は、皇位継承を望んでないんだ。そうなの？なんで？いろいろ理由はあるけど、一番は、天皇の役割の大変さをよく理解してるからだと思うぜ。確かに、天皇って大変そうね。それに、秋篠宮様は、皇室の伝統を守りつつ、新しい時代に対応していくことを目指してるんだぜ。どういうこと？例えば、秋篠宮様は、環境問題や災害復興など、社会問題にも積極的に取り組んでるんだ。それは素晴らしいわね。他にも、秋篠宮様は、芸術や文化にも関心が高いんだぜ。そうなの？そうなんだ。特に、瓢箪の透かし彫りの工芸品が好きなんだぜ。え、瓢箪？そうなんだ。秋篠宮様は、瓢箪の透かし彫りの工芸品を、自ら作ってるんだぜ。すごいわね。
秋篠宮様って多才なのね。秋篠宮様は、伝統文化を大切にしつつ、新しい時代に対応していくことを実践してるんだよな。なるほど。よくわかりました。秋篠宮家は、これからも、日本の伝統文化を守り、新しい時代を築いていくための重要な役割を担っていくと思うぜ。そうね。秋篠宮様の活動に、これからも注目していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近よく話題になってるよな。そうね。ニュースでもよく見かけるわ。なんか、いろいろ問題があるらしいんだぜ。問題？一体どんな問題なの？まず、秋篠宮家の長男である友人親王のことだな。友人親王？何かあったの？友人親王は、将来天皇になる可能性があるんだけど、いろいろ問題があるんだぜ。問題って、どういうこと？まず、学力の問題だな。学力？友人親王は、成績が芳しくないんだぜ。そうなのね、ちょっと意外だわ。それに、性格も問題視されてるんだ。性格？周りの人に迷惑をかけるような行動が多いんだってな。それは困るわね。さらに、秋篠宮家の経済問題も深刻なんだ。経済問題？秋篠宮家は、皇室費の使い方が問題視されてるんだぜ。使い方が？無駄遣いが多いって噂なんだ。それは大変ね。秋篠宮家には、他にもいろいろ問題があるんだぜ。例えば？秋篠宮家の女性たちは、結婚が難しいんだ。結婚が難しい？秋篠宮家の女性たちは、皇室の伝統的なしきたりに縛られているんだぜ。そうなんだ。だから、結婚相手を見つけるのが難しいんだ。なるほどね。秋篠宮家は、いろいろ問題を抱えているんだぜ。そうね。いろいろ大変そうね。秋篠宮家について、もっと詳しく知りたいなら、自分で調べてみろよ。そうするわ。ありがとう。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろ話題になってるよな。そうね。最近、恵子様が福島県に行かれたってニュースで見たわ。ああ、あれは13年ぶりの福島県訪問だったんだぜ。長い間、行かれてなかったのね。何か理由でもあるのかしら？いろいろあると思うぜ。例えば、佳子さまは以前から社会貢献活動に熱心に取り組んでいて、福島県もその活動の一環として選ばれた可能性もある。なるほど。でも、13年も空白期間があったのは、何か特別な事情があったんじゃないかしら？それは、秋篠宮家の事情を考えると、いろいろ考えられるな。どういうこと？例えば、秋篠宮家は皇室の中でも特にメディアの注目を集めやすい存在なんだ。確かに、市とかで、よく名前を見かけるわね。それに、秋篠宮家は皇室の中でも、伝統的な価値観と現代社会の価値観の間で、葛藤を抱えているとも言えるんだ。どういうこと？例えば、秋篠宮様は、皇室の伝統を守りながらも、現代社会に適応していくための改革も必要だと考えているみたいだ。それは、難しい問題よね。伝統と現代社会のバランスをどう取るのかは、難しいわ。それに、秋篠宮家の場合は、皇室の中でも特に、結婚や子育てに関する問題が取り沙汰されることが多いんだ。そうね。恵子様の結婚とか、雄仁様の教育とか、よく話題になるわね。これらの問題も、秋篠宮家が抱える課題の一部なんだぜ。秋篠宮家って、いろいろ大変そうね。まあ、皇室全体が大変なのは間違いないだろうな。でも、秋篠宮家は、伝統を守りながらも、新しい時代に対応しようとしている。そうだな。秋篠宮家は、皇室の未来を担う重要な存在だ。今後の動向を見守りたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、最近話題になってるよな。特に、大嘗祭の費用とか、いろいろ言われてるんだが。そうよね。私も、よくニュースで目にするわ。何か問題があるみたいだけど、
具体的に何が問題なのかよくわかんないのよね。簡単に言うと、秋篠宮様は天皇陛下が即位される際に執り行われる大嘗祭の費用について国民の税金を使うことに疑問を持ってるんだぜ。そうなのね。でも大嘗祭って古くから続く伝統的な儀式じゃないの？なんで費用について疑問を持つのかしら？確かに伝統的な儀式ではあるんだけど、現代において国民の税金を使って行う必要があるのかという議論があるんだ。なるほど。でも秋篠宮様が疑問を持つのは少し難しい問題な気がするわ。確かに難しい問題だ。秋篠宮様は皇室の伝統を守りながらも現代社会に適応していく必要性を訴えてるんだ。つまり伝統を守ることも大切だけど、時代に合わせて変化していくことも必要ってことね。その通りだぜ。秋篠宮様は皇室の在り方について真剣に考えているんだ。秋篠宮様の考え方はとても興味深いわね。秋篠宮家を取り巻く問題は皇室の在り方、伝統と現代社会のバランスなど多くの課題を含んでるんだ。いろいろと考えさせられるわね。秋篠宮家の問題を通して皇室の在り方について改めて考えてみるのもいいんじゃないかな。そうね、いろいろ調べてみたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は皇室の謎について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず皇室って何なのかそもそも分かってんだな。皇室って天皇陛下がいるところよね。その通りだ。天皇陛下がいるところは皇室って言うんだぜ。ふん。で、天皇陛下って日本国の象徴であり日本国民統合の象徴なんだぜ。なるほどね。天皇陛下は日本の伝統や文化を守っていく重要な役割を担っているんだぜ。すごいわね。でも皇室って実はいろいろ謎が多いんだよな。本当？例えば皇室の財産って一体どれくらいあるのか知ってるか？全然わかんないわ。実は皇室の財産は公表されてないんだぜ。なんで？理由はいろいろあるんだが、一つには国民から皇室は贅沢をしていると思われたくないっていう気持ちがあるんだ。確かにそう思われるかもしれないわね。あともう一つには皇室の財産がもし公表されたらテロの標的にされる可能性もあるんだぜ。怖いわね。だから皇室の財産は秘密にされているんだ。なるほどね。他にも皇室にはいろいろ謎があるんだぜ。例えば天皇陛下は本当に神様の子孫なのか？そうなの？神様の子孫かどうかは証明できないんだぜ。じゃあ一体天皇陛下ってどんな存在なの？天皇陛下は国民から尊敬される存在であり日本国の象徴なんだ。なるほどね。天皇陛下は国民の幸せを願い日本国の発展を願っているんだぜ。素敵ね。だから天皇陛下は国民から愛される存在なんだぜ。そうね。でも皇室ってまだまだ謎が多いんだぜ。そうね。これからも皇室の謎を解明していくぞ。頑張ってね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家ってなんかいろいろ言われてるよな。そうよね。最近よくニュースで聞くわ。まず秋篠宮家は皇太子家とはちょっと違うんだぜ。どういうこと？皇太子家は将来天皇になる人がいる家系で、秋篠宮家は皇太子の弟の家系なんだ。なるほど。つまり秋篠宮家は天皇になる可能性はないってことね。そうだな。でも秋篠宮家は皇室の重要な役割を担ってるんだぜ。どんな役割なの？例えば皇太子が病気になった場合、秋篠宮家が天皇の役割を代行するんだぜ。そうだったのか。他にも皇室の行事や儀式に参加したり、国民と交流したりする役割もあるんだぜ。大変な役割ね。最近では、秋篠宮家の長男である雄仁様の教育問題が話題になってるよな。そうね、雄仁様は、将来皇位を継ぐ可能性もあるから、注目されてるわよね。
ユウヒトシ様の教育については、いろいろ意見があるみたいだぜ。どういう意見なの？例えば、ユウヒトシ様は、普通の学校に通うべきだという意見もあるし、皇室の伝統を守って、皇室教育を受けるべきだという意見もあるんだぜ。難しい問題ね。秋篠宮家には、他にもいろいろ問題があるみたいだな。例えば？例えば、秋篠宮様のご結婚問題とか、秋篠宮家と皇室の伝統との関係とか、いろいろ議論されてるんだぜ。いろいろあるのね。秋篠宮家は、現代社会の中で、どうあるべきか、考えさせられる問題がたくさんあるよな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろあるよな。そうね。最近もいろいろ話題になってるわよね。まず、秋篠宮様は皇太子だったんだけど、今じゃ天皇の弟って立場になったんだぜ。そうなのね。なんか複雑ね。そして、秋篠宮家の長女である眞子さまは、小室圭さんと結婚して、今はアメリカに住んでるんだ。そうよね。話題になったわよね。眞子さまの結婚は、いろいろ問題があったんだぜ。具体的には、どんな問題があったの？小室圭さんの母親の借金問題とか、結婚後の生活費の問題とか、いろいろあったんだぜ。なるほど。だから話題になったのね。それに、秋篠宮様は、天皇の即位式である大嘗祭の費用について、疑問を呈してたんだぜ。そうだったの？そうなんだ。秋篠宮様は、大嘗祭は宗教的な儀式だから、国費で賄うべきじゃないって主張してたんだぜ。難しい問題ね。秋篠宮家は、いろいろ問題を抱えてるんだけど、実は、秋篠宮様は、植物園にも興味を持ってるんだぜ。そうなの？そうなんだ。秋篠宮様は、植物園協会の大会に出席したり、水戸市植物公園を視察したりしてるんだぜ。植物園に興味があるなんて、意外ね。そうだろう？秋篠宮様は、植物の研究にも興味を持ってるらしいんだぜ。へえ。秋篠宮家は、皇室の中でも、かなり粉存在なんだぜ。確かにそうね。でも、秋篠宮家も、皇室の一員だから、いろいろ大変なこともあるだろうな。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は秋篠宮家について解説するぜ。よろしくお願いするわ。秋篠宮家って、いろいろ問題が多いよな。そうよね。よく、ニュースで話題になってるわ。まず、皇位継承の問題があるんだぜ。皇位継承？どういうこと？秋篠宮家は、皇太子家と違って、皇位継承順位が低いんだ。なるほど。だから、話題になるのね。それに、秋篠宮家の経済問題もあるんだぜ。経済問題？詳しく教えてくれる？秋篠宮家は、皇室費から、かなりの額を受け取ってるんだぜ。そんなに？皇室費は、国民の税金から出てるんだぞ。そうだったのね。知らなかったわ。秋篠宮家は、国民の税金で、贅沢な生活を送ってるんだぜ。それは、ちょっと、問題じゃないかしら。他にも、秋篠宮家の私生活に関する問題もあるんだぜ。私生活？どういうこと？秋篠宮家は、皇族としての品位を保てない行動をとってるんだぜ。具体的には、どんなこと？例えば、秋篠宮様は、天皇陛下に意見をすることもあるんだぜ。それは、失礼じゃないかしら。それに、秋篠宮家は、国民との距離が遠いんだぜ。確かに、メディアに出てくる機会が少ないわね。秋篠宮家は、国民に寄り添うことをしていないんだぜ。それは、ちょっと、寂しいわね。秋篠宮家は、国民から支持を得られていないんだぜ。それは、なぜ？秋篠宮家は、国民に対して、説明責任を果たしていないんだぜ。説明責任？どういうこと？秋篠宮家は、国民に対して、自分の行動を説明する責任があるんだぜ。そうだったのね。秋篠宮家は、国民に対して、説明責任を果たす必要があるんだぜ。わかりました。秋篠宮家は、国民から支持を得るためには、国民との距離を縮める必要があるんだぜ。距離を縮める？どういうこと？秋篠宮家は、国民に対して、もっと、
積極的に自分のことを話すべきなんだぜ。例えば、どんなことを話せばいいの？例えば、秋篠宮様は自分の仕事内容や国民への思いをもっと話すべきなんだぜ。なるほど。秋篠宮家は国民との距離を縮めることで国民からの支持を得られるんだぜ。そうなるといいわね。秋篠宮家は国民から支持を得るために努力する必要があるんだぜ。頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。